どうも、エルザレットでーす。それでは、トーエムやっていきたいと思います。さて、前回ね、なんかネッシーらしきものとかも見つけたんでね、ちょっと楽しみ。何か反応あるかなと思ったんだけどね。これどうですか？これは違うの？カバじゃないんだね。ははは。まあ、とりあえず残りのスタンプ集めつつって感じかな。これ魚の王様。あ、違うんだ。じゃあ、とりあえず助けよっか。ふぅ、やっとどっか行った。じゃあ、いいっすか？ようこそ船乗りさん。私はイカダの運転手。水力発電所まで送迎するよ。発電所なんだ。へぇー。力いっぱい頑張るよ。人力すげえ、あんな勢いよくぶつかることある。いや、頑張る人は素晴らしいね。落ちる。ダムだね。ちょっと写真撮ろうか。ダムの、あ、お化けいた。ああ、俺はスーパーデラックスサンドイッチを永遠に待ち続けてるんだ。職場の昼飯は最悪だぜ。サンドイッチか。あ、トンボいる。スーパーデラックスサンドイッチ。うまそうだな。サンドイッチいいよね。裏なんかある？ない？それじゃあ中入ろっか。ダーマン。え？どうしたの？電気がないと、携帯の充電ができない。どうやって生きていけばいいんだ？いや、意外と生きれるもんやじ。作業する音。寝てる音やね。安全ヘルメットでーす。はい、装着しまーす。あは、わーい、落ちちゃうよ。落ちちゃうって？完璧なバランスを取ってるから大丈夫さ。わかった。そういうこと言うなら。俺は落ちるがいい。カサス現場ですね。自慢したいわけじゃないけど、この壁見てくれよ。全部俺さ。わかった。あ、同じの取らないとダメってこと？でもそういうことだよね。いや、でも、全くなんか違う感じだから、なんか綺麗に取れるといいなぁ。どうも。悪いね。停電しちゃったから今から忙しいんだ。ダンハムのみんなが俺を頼りにしている。ちょっと待って。君のカメラはズームができるのかい？できますよ。ちょうどいいところに来てくれた。この古い機械。あ、中を調べるの。俺が扉を開けるから。なんかおかしなものがないか見てほしい。ああ。いや、めちゃくちゃこの地点で変なもの見えるんですけど。よく見つけたな。何があった？これで明かりがつくぞ。ああ、なるほど。ここ壊れてますね。こいつは深刻な故障だ。でもテープで何とかなす。テープ。ほんとだ、絆創膏だ。こっち、離れてるよ。これは危険だな。絶縁テープですぐに修理が。ああ、絶縁テープならまあ。これは？歯車のボルトの一つみたいだな。ああ、どこから落ちたか分かったぞ。これは？俺のスニーカーの片方じゃないか。おかしいな。お前が犯人だな。さては。え？ゴムのアヒルに問題ないぞ。ああ、そこにあるべきものなんだ。ええこれでいいんだ。はい。コーヒー休憩だって取れるぞ。コーヒー休憩いいね。で、意外と今回スタンプが手に入らないっていうね。
この人の写真も意外とね。わかった。これを飾ってあげよう。どうだい？何も変わらない。そっか。じゃあ反対側行こうか。あ、の前に。まあ、この水車より立派なもの見たことはあるかい？俺はないね。すごいな。やっぱさっきの人だけか、落ちるのは。いい落ち方してたもんね。さすがに、あ、どうも。案外楽しかったよ。楽しかったよでもらえんの。最高やな。楽しんでもらえてよかったよ。落としがいがあったね。あ、あーで繋がるんだ。はいはい。はい、フォトチャレンジだね。うん、ぜひ。カードにチャレンジ。何が増えたかな。農家になる。農家になる。これはすぐできないんじゃないかな。お、どうしたの？またあったな。ストーンハムであの人物の写真を撮ったのか？撮りましたよ、ボス。だいぶ最初に撮れましたよ。こちらいかがでしょうか。やつはスタンハムにもいたのか。ありがとうよ。地球本部に報告しなくては。さよなら。いやあ、燃え上がる炎の写真、まるで熱の玉だ。それが欲しいんだ。燃え上がる玉ってことは太陽じゃないの？それだ。いやあ、はあって言って溶けていったけど、大丈夫なんかな。お？おー、すごい。めっちゃキラキラしてる。バカンス中かな。すごい。すっごい汗かいてる。あー。こう準備完了。あ、あそこになんかいるね。ゴミめっちゃ落ちてんな。ないな。ごきげんよう、船乗りさん。私のレディが動くの見たいかね。え？どういうこと？人によって心が休まるものは異なるだろう。私の場合、ここに座ってギターを弾くことだ。あら、ギターないじゃん。君も心が休まるものを見つけられるといいな。座りたいんですよ。時に座って休むこと。ギターねー。いや、楽器弾ける人マジ羨ましいな。どっちかっていうと僕は楽器はあんま得意じゃないんで、まあ、触っただけなんだろうけどね。じゃあレディ見せてもらおうか。さあ、ご覧あれ、私の釣りタワーだ。これか。海から何でも釣ることができるんだ。ゴミの塊でさえもね。カメラを使ってタワーを塊に誘導してごらん。はい。はい、どうぞ。こっちへ。百発百中なんじゃない？もしかして。はい、次。あ、めっちゃ動く。じゃあ次そっち。あれ、あそこ金魚バッジあるじゃん。まあね、海は綺麗にね。
てない。やばいやばい、それだけ取って壊してるじゃん。危な。いいぞ船乗りさん、私の美しいタワーは君の行いを見て喜んでる。君たちは素晴らしいチームだな。さて昼寝の時間だから私は失礼するよ。写真撮っとこっか。いい曲流れてたけどね。ほい。あ、やったー、潜水ヘルメットだー。装備。ただの変態なんだよな。格好がすでにただの変態なんだよな。うん、これでいこう。ハーモニカ乗ってよかったね。お、少年。キリってなったね。あ、にゃんこちゃん。いや。いやちゃんだね。どうしたの、おじさん。あのいたずらっ子め、どこ行ったんだ。出ておいで。あ、いや。私の犬見なかったか。もうすぐバスが出発するってのに見つからないんだ。鳥か何か追っかけてる間違いない。名前はメックだ。あの、見つけたら教えてくれ。あ、それで口笛吹いてたのね。ゴム長靴。面白い音がする。そんなに、そんなに面白い音はしないな。はい。ははは。は。まあ、また僕のこと心配してた？でも僕はここら辺で一番のしっかり者なんだよ。泣きもしなかったもんね。あ、怖かったわ。息子を一人にしたのはこれが初めてよ。ママーって言ってたけどね。それは違うってことか。俺の気のせいか。あ、フラース、隠れてて見えなかった。え、ワンワンいなくない？まあちょっとぐるぐる回ろっか。そうだね、あとここでやれることというか、まだねスタンプ集まってないよね。恥ずかしありがのカバもわかんないし、迷子のイッツとかスーパーデラックスサンドイッチとか何の話ですかっていうのがあるから、とさらに見て回る感じなのかな。まあ、そもそもこの街だけで完結できるとは限らないだろうしね。お、ちょっと待って、よく聞いてて。チケラビダビダバーダーって言ったね。いいね、そういうの嫌いじゃないな。だってワンちゃんどこだろうね。あ、いた、ワンちゃん。うん、とりあえずワンちゃん取って、あー、そうだな。お姉さん、あ、メロディーがあったらだもんな。でもさ、まあ、そうだな、曲つってもなーって感じだしね。まあ潜水艦の方行こっか。これそのうち動画とか撮れるようになるのかな、わかんないけど。
どうなんだろうね。動画とか撮れたらさ、さっきのハーモニカの音を録音してみたいなさ、ことできそうじゃん。そういうことができるとまた良さそうだけどな。まあまあまあ、進めてからだね。お、クラゲだ。クラゲ。この宝箱は？海賊の帽子。今はかぶれないか。おー、タツの落とし子？船だね。あ！海水浴中。スキューバータト。はいはい、写真。何が見えるの？あ！海賊船だ。あえ、でもこれだけかな。やっぱ恥ずかしがり屋のカバーは分かんなかったね。結局ハッピーな恋、ハッピーな恋違うんだな。よし、海賊帽。結局だってこれもさ、動かし方分かんなかったしね。これね、なんか関係あるんだろうな。はーい、海賊さん、また起こすの？おい、おはよう。ヨッホー、帽子を見つけてくれたんだね。この帽子と交換する？うん、いいよ。はい、また船長になれて嬉しい。ああ、何回も交換できるんだ。じゃあとりあえずスタンプ集まったけど、謎だね、あのカバとかね。だって魚、おっきい魚も見れてないし、カバも何かわかんないし。不自然ではあったね。多分、ナモカになるとか衣装の話なんだろうな。インスピレーションを見つけよう。あ、そうだ、サンドイッチ届け行こっか。あ、ちょっと待った。どうだろうね、これでいいのかな。メロディーだもんね、ある意味ね。頑張れ頑張れ、早く漕ぐんだ。で、サンドイッチを届けよう。幽霊系はちょっとね、達成はしっかりしたいね。この匂いは。はい、どうぞ。スーパーデラックスサンドイッチ、これでやっと成仏できるよ。はぁ、食べられずにもうね。食べられずに終わるんだよな。
花咲いてるね。まあこれでこの辺り終わりかな。まずカバがね、カバって何なんだろうね。はい、おじさん。写真見せればいいとかじゃないのか。話しかけて連れてくる感じだったのか。おお、とても良さそうなメロディーだね。試してみるか。おお、いいね。すごくいいメロディーだ。フィッシャーマンズピストル？え、ちょっとせっかくだし流そっかな。おお、いいね。これずっと聞いてたらとかないのかな。ワンワン、おい、ついてくるんだ。ワンワンついてこい。結構シンプルだったね。普通に話しかければよかったみたいだね。ほら、連れてきたぞ。メイク。あ、見つかってほっとしたよ。ありがとう。本当に心配したんだ。おっと、失礼。私はムーレだ。呼びにくいな。キールバーグからハイキングしに来たんだ。スターハムに来るのは初めてだったが、とても素敵な場所だ。そろそろバスに乗らないと。キールバーグに来ることがあったら、ぜひとも私の家に寄ってくれ。目取れない。あ、写真撮ってもって感じだもんな。おー、じゃあ最後さ、せっかくその口笛聞いたから、そのギターのところにも行ってみて、うわー、そうだな、この島終わりにしようかな、一回。そうだね。これ。わわわ。このメロディーとってもいいね。じゃあ早速席について。おお、急に来た。あ、いいね。絶対に使えるよ。録音したからいつでも聞けるよ。おお、手伝ってくれてありがとう。またね。あ、ちょっと待った。キングフィッシュ。さすがキングフィッシュ。いいね。大丈夫です。あ、キングフィッシュ見れたし、おいちゃん見せてあげて。終わりにしよっかね、今回はね。いやー、まさか、
口笛とは思わんかった。ぶちゃん。ほらよ、キングフィッシュだよ。ああ、恐ろしいやー。こうやって見てみると、とても威厳があっていいな。それに美しい。もう怖くないぞ。高間の王様万歳。で、結局、ここがね、あとは、うん、フォトチャレンジ農家になるっていう写真だよね。まあ、そもそも揃わないといけないし、カバさんも見つかってない。だよなぁ。カバどこいるんだろうね。日差しが消えたスポットもよくわかんないから、この辺りは、のんびりかな。とりあえずじゃあ次のところ行ってみようか。さあ次は？あ、話してないからか。お見事。はい。無料パス。はーい。じゃあ次。パス待ちまーす。次は？ログシティ。それでは良い旅を。なんか疲れ切ってるっていうか黒いピーナッツみたいな人たちいっぱいいるね。はい、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。まあ次回このログシティだね、ここを攻略していきたいなと。攻略っていうか写真撮っていこうかな。つい攻略ってなってしまうよね。ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。